両光寺は、愛媛県宇和島市にある寺院、東海山、五国院とゴ須、本尊は十一面観音、宗派は、新言、総お室ろ派、四国八十八箇所令場の、第四十一番札書、本尊新言、恩馬かキャロにキャッソワか護衛か、この神は三国ルフの密教を守りたまわむ、近いとぞ聞く自伝によれば、空海がこの地を巡釈した際、白髪の老人に出会った。 その言動から五国大明神の化身と悟り、稲荷明神像を刻んで安置した。本寺物として十一面観ゼオン、菩薩、脇寺に、不動明王と美車門天を刻んで、四国霊城の総鎮寺の寺とされ、回帰したと伝えられている。元は稲荷殿にあったが火災により、女王二年、清子善が巡拝し時には、田んぼの中に衝動があるだけになっていたが、 原独元年広田森があった現在地に移され、稲荷社が壇上中央、その東側に観音堂、その下段に大師堂が建てられ、四国ペン黎明書図絵が書かれた、江戸時代中期頃までには、現在に続く景観が成立し、神仏集合の三県の稲荷として親しまれていた。なお、江戸時代前期には、立密寺という名で、神宮寺としての良幸寺が成立していた。 明治の神仏分離で、稲荷神社と当時に分離され、旧本堂は稲荷神社の社殿となり、旧本堂に祀られていた稲荷大民神像は、新しく下段に建てられた本堂の向かって、右に、旧観音堂に祀られていた、本寺十一面観音像は、本尊として中央に移された。また、農協もそれまで、本社稲荷大明神本寺十一面観音と書かれて、 いたが、本尊十一面観音に変更された。石の鳥居が、山道の入り口に立つ、両脇に民家が並ぶ山道を進み、石段を上詰めると、狛犬の置かれた境内に至る。左に首狼、右に水小地蔵村がある。その先左手に本堂が立ち、右手に大志堂がある。農協所は、本堂の左にある、赤い鳥居をくぐり、石段をさらに登っていくと、稲荷神社がある。 創建の頃から、新仏集合の稲荷寺として信仰されてきたが、廃仏記者クレにより、旧本堂は稲荷社となった。国の史跡物、小寺の堂当時西尾根を横断し、県道31号に至る、山道約450メートル、平成28年10月3日、指定当時本堂前27メートル、平成29年10月13日追加指定し、 指定有形文化財伝承では、大道二年京都稲荷社を稲荷殿に誕生したと伝えられ、その後、元禄元年現在地の広田森に移されたとされる、三軒舎流れ作り、小寺吹き、建築は18世紀前期と推定されている、本殿は大井屋内にあるため、保存が良い、鉄道バス道路四国八十八箇所四十館、自在寺四十一両工寺十二仏、小寺の、 ありがとうございます。